こんにちは、スパです、えーと。今回は3月22日の,あの週慣技術レポートについてのビデオを作りたいと思いまして、えー、と最初書かれているのは、えーと、普通に前に作られたあの機能の,あの統合についてのセクションで、えー、ともしこういうのにあの興味を持っているならああの、私の前作ったビデオをあの見たらあのもっと詳しく説明されているんだけど、 一応、このビデオであの飛ばしますので、えー、っと、まあ、興味があるなら、ぜひ前のビデオをチェックしてください。えー、っと、次は、えー、っと、先週、あの、というか、2週間前、あの紹介したんだけど、えー、っと、コンパイルのアップグレードについての,あの話なんですけれど、えー、っと、これは、まあ、こっち、あ、こっちじゃなくて、こっちに書いてるように、 えっと、まあ、コンパイルだけじゃなくて、まあ、いろいろがアップグレードされる、あの、予定で、えっ、ー、と、これをアップグレードするには、えっ、ー、と、こっちに書いてるように、あの、この、あの、継続インタグレーションの問題を解決しないといけない。で、これを解決なには、今はみんな、なんか、ちょっと解決方法をあの探したりしてるって感じで、 えっと、昨日そのものは一応あの終わってると思われてるんだけど、えーまあ、この問題がまだ残ってるって感じです。えっ、ー、と、ちょっと先あの、言うのを忘れたと気づいたんだけど、えっ、ー、と、このローグの,あの分析のあのセクションもあります。えっ、ー、と、ローグは、まあみんなもう分かってると思うんだけど、あの、ウォレットの新しいバージョンを使ってる時は、なんかもし問題が起こるようになったら、 あのロークを送信してくださいというボトンが現れてくるであのそれを押すとあの自分のウォレットの,あのロークというか状態があの i o s k にあの送られますのでえー、っとそれで i o s k がえー、っとちょっとロークをあのもらいすぎてるって感じというかあのロークがありすぎて ちょっとあの分析逆になんか分析しにくくなってきましたでそれ解決するにはえっ、ー、とこっちに書いてあるようにあのログをあの例えばあの分別するためのあのプロジェクトがあの作られましたで一応あのまあログがこんなにいっぱい切ってるっていうのはまあある意味でいいことだと思いますのでまあそんな感じのもので えと次は、えーと、こっちに書いてるように、えー、と API の話なんですけれど、えー、と先週に紹介したんですけれどなんか新しい API があのリリースされたいま、えー、だにあのベータ版なんですけれど、まあ、一応興味があるなら特別なサイトをアクセスすると,、えー、と API があの見えるようになりました。 えっと、で、その API に関しての機能が、えっ、ー、と、いっぱい、あの、追加されて。で、こっちの機能なのは、えっ、ー、と、先週紹介したんですけど、えっ、ー、と、Servant というライブラリを使って、えっ、ー、と、クライアントとか、サーバーとか、ドキュメンテーションを自動的にあの作るあの、まあ、ライブラリにあります。えー でこのライブリを使っていろいろ自動的にあの例えば作ろうとしている機能であって、えー、と先週か2週間前から作り始められたんですけれどもあのそれが終わって、まあ、そんな感じで、えー、と次はあの取引所についての、えー、とドキュメンテーションが まだあの作ってる途中で、えっ、ー、と、まあ、特に変更はないんだけど、みんないろいろ、まあ、しゃべったり、えっ、ー、と、まあ、討議したりしてる、何を書けばいいとか、えっ、ー、と、どうやって書いた方が一番わかりやすいとか、まあ、あそ,そんなもの。で、もし、あの、自分でエクスチェンジをあの作りたいと思ってる時は、あの、ぜひ、 あのこれを読んだりしてください、えーと。次はこの新しいエンドポイントが追加されたというあの機能で,でこの新しいエンドポイントは、えー、と特にあのライトウォレットとかハードウェアウォレットとかには必要なエンドポイントで、えー、とこれからすると YHK、えー、が えっと、ライトウォーレットうん、どういえば、もっとあの、その機能に集中してるようになってきたって分かってきました。で、もしあのワイ、あの、ライトウォーレットか、ハードウェアウォーレットが欲しいと思ってるなら、えっ、ー、と、ま、あ多分これで、えっ、ー、と、まこれ、この、あの、プールリクエストを見て、えっ、ー、と、新庄とかえっ、ー、と、 まあ見えると思いますので、ぜひこ,これを見てください、えーと。ちなみに言うの忘れたんですけど、あの私の今あの紹介しているリンクとかは全部説明欄にあの入っているので、もし興味があるならあの説明欄をチェックしてください。えー、と次は、また他の新しいエンドポイントなんですけれど、えー、とこのエンドポイントは、えー、とメーター情報についてのもので、 えー、でこれはあの取引所に必要らしいんですけれど、えー、とこのメタ情報は、えー、と新しいアドレスを作っている時は、えー、ときは同じあのいえばキーから作られている、えー、とでそれであの俺と復元しているときはあの同じパーソーだけでアカウント全部が れで、えっ、ー、と、そういうなんか見た情報、なんかアドレスの、あの、まあ、そういう情報が全部このエンドポイントから、あの、チェックできてる。で、次は、えっ、ー、と、この,あのフィードバックについてのもので、 えとこの前、まあ、言ったように、この,あの API はまだベータ版なので、えー、といろんなこの API を使っている方の,あのフィーバックを集めていてで、それで新しい機能を追加したり、えー、いろいろあの改良をしたりしようと,、えー、としているように見えていて。 で、どういうフィードバックが来たって、っていうのに気になると、まあ、これえっ、ー、と、まあ、いろいろが、えっ、ー、と、見えてるので、えっ、ー、と、興メがあるなら、ぜひ、これを、お着と、してください。特になんか、自分からのフィードバックがあったなら、あと、えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、どんなふに取り扱われてるというか、えっ、ー、と、まあ、そのフィードバックに対しての、まあ、進捗とか、 あのチェックできるんで、ぜひチェックして、これをチェックしてください。えっ、ー、と、次は、まあ新しいローギングとか、えっ、ー、と、先週紹介した、えっ、ー、と、エンドポイントに対しての機能は、まあ先週は、このエンドポイントがまだあの作ってる途中で、えっ、ー、と、もう、えっ、ー、と、完成されたって感じで、えっ、ー、と、これ使いたかったなら、えっ、ー、と、 これから、あの、ちゃんと使えるようになってきた。特になんか、えっ、ー、と、タイムスタンプというもので、あの、フィルターとかできるようになってきました。で、一応、それは、あの、ま、API についてのアップデートであります。えっ、ー、と、次は、えっ、ー、と、書いてないんですけれど、えっ、ー、と、前に紹介したんですけど、えっ、ー、と、この ExtraNaviance というあのプルリクエストがあったよね。で、この,あの PR は、えっ、ー、と、ハードウォレットとか、ライトウォレット、えー、のための機能でしたよね。で、えっ、ー、と、この上に、あの、これもありますね。で、これは、えっ、ー、と、もし、ライトウォレットとか、ハードウェアウォレットを作るのなら、 えっと、まあ、作りたいと思ってるなら、あの、どうやって作るべきというのを、どういえば、討議するためというか、なんかドキュメンテーションするための、あの、ま、PR であって、もしこういうのに興味があるなら、あの、これもチェックしてください。えっ、ー、と、次は、 えっと、ダイダルスについての,あのセクションで、で、主に書かれてるのは、あのペーパーウォレットについての、まあ、文章とかでアップデートで、えっ、ー、と、前、あの、見せたんですけれど、えっ、ー、と、まあ、ペーパーウォレットは、えー、まあ、こんな感じのものにあのなります。えっ、ー、と、こっちで書いてるよ、まあ、見えてるように、 えっとこんなものにあのなるので、えー、私からするとなんか結構綺麗だと思いました。で、その機能はもうなんか半分以上あのもうできていて、で特に、えー、とこういうえっ、ー、と復元、なんかペーパー終わるからの復元とか、えー、とテスティングとか、それはもう全部あのできました。で それで残、ね、ってるのは、えっとまあ、こっちに帰ってるように、えー、そんなにあの大きくない機能だけって感じで、多分次のリリースには、えっと、こういう機能が追加されると思います。で、えっと、これをするには、えっと、他の,あのライブラリーがアップデートされる必要があった。 えっとそのライブラリは、えー、IHK があの作っている、I、あの React p l y m o r p h っていうライブラリで、えー、とこのライブラリではあの React っていうのは、えー、と JavaScript という言語の,あのライブラリで,で React p l y m o r p h というのはそのライブラリに新しく機能を追加するって感じのもので、えー、特に追加されるのは えっとリアクト上の,あのコンポーネントというものをあの3つの部分にあのあの分別するその3つの部分はあの理論もしくはコードであのマークアップとあのスタイルもしくはなんか CSS とかそういうものっていう感じのライブラリで でそれがあの、まあ、最近アップグレードされて、でそれで、えー、とペーパー割れが、えー、と進捗できた、できてるようになってきました。えー、と次に書いてるのは TLS についての,あのアップデートで えっと、TLS っていうのは、えっ、ー、と、データとか、ネットワーキングを、なんか、認証したり、確認するための、あの、技術で、えっ、ー、と、問題になってるのは、えっ、ー、と、まあ、コードを、まあ、テストをしたりしてるときは、たまになんかこういうチェックが問題になってきました。えっ、ー、と、特に、あの、 自分で、えっ、ー、と、ウォーレットとかをコンパイルしようって、あの、してる方でやると、えっ、ー、と、この問題にやったことがあるかもしれません。でもし、あの、この問題にやったのなら、えっ、ー、と、こっちに追加された、なんか、ドキュメンテーションで、なんか、解決方法とか、 えっと、見るようになってきました。で、基本的な問題解決するには、えっ、ー、と、こういう、あの、PR もありまして。で、一応、ま、そんな感じで。で、この PR は、まあ、その、TLS というのを、あの、プログラミングしてるときに緩和させるための、あの、ものである。 でえー、と次に書いてるのは、えー、と Linux のイン,ーーインストーラーについての,あのアップデートで,で、まあ、書いてるようにインストーラーはもうできてるし、えー、と使うとしたら特に目立つ目立ったものがなかったっていう感じでその中 Linux のインストーラーも えと次のリリースと一緒にあのリリースされると思います。えー、とそして、えーと、こっちに書いてないんですけれど、えー、とカルダノの,あの伝送レア、えー、といわゆるあの送信したり受信したりするための,あのレアの中には、 えとアップデートが3つありましたそのアップデートのミス、えー、じゃなくて2つありました、えー、とそのアップデートの1つ目はこういうあの他のノートをあ接続しようとしてるときはそういう接続をどうやって、えー、と管理するというか、まあまあ、管理するその仕方があがちょっと変わってきました えーと次はえっ、ー、とこのあの設定ファイルの読み込みについてのあのー、まあ PR でえっ、ー、と前はえっ、ー、と設定ファイルを変えたかった時にはあと改めてコンパイルさせないといけなかったんですけれどえっ、ー、とこの PR でえっ、ー、とコン 改めてコンパイルせずにあのその転送レアの設定とかを変える変えられることになりましたでえっ、ー、とこれであの多分ちょっとより遅くなるかもしれないけどえっと新しい機能を追加したい時にはえっともっとまあ、設定まあ、設定が変えやすくなってきたので あのそういう新しい機能とかはもっと早く作れるようになってきましたって感じでもしこれに興味があるなら、えー、と今までの,あの、まあ、この話の内容とか結構あの詳しく説明されてるので、えー、とこっちからあのもっと詳しく、あのー、読んでくださいで、えー、と次は えっと、サイドチェーンには、えっ、ー、と、特にアップデートがなかったと思いますので、えっ、ー、と、次は、あの、スマートコントラクトに日ンセクションで、えっ、ー、と、こっちには書いてないんですけれど、えっ、ー、と、カルダノの、えっ、ー、と、どういえば、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ドメイン、固有言語があって、そのドメイン、固有言語は、 あの、なんか金融と関係というか関連してるあのコントラクトを書くためのもので、えー、その,あのドミニクという言語は、えーとま、最近ああのリリースされましたえっ、ー、とミンネってうのはまだ使えないんですけれど一応コードがアップされましたえっ、ー、とマルローって呼ばれてるので えともしそれについて興味があるなら、えー、IOHKIN の GitHub でそのプロジェクトが見えるようになってきました。で、最後に書かれてるのはレイガンというプロジェクトについての,あのアップデートで,でこのプロジェクトにはあの4万3000の,あのテストがもうすでに作られてるようにな,りになってきました。 でな,なぜこんなにテストが多いと思ってるなら、えっと、レイガンというプロジェクトは実は、あのファーゼンというあの技,術を技術を使って、あのテストをなんか自動的にあの作るプロジェクトであって、で、えっ、ー、と、これは一体どういうものってあの知りたいのなら、 えっと、f u z というをというものをあの検索したら、わかるようになると思いますので、あの興味があるならぜひ検索してください。で、えー、っと、最後にあの、書かれてない、あの話したいことは2つあって、えー、っと、1つ目なのは、このダウルで作られたあの設定って、 あの、PR で。で、前紹介したと思うんですけれど、えっと、インスタラが今、あの、ウォールドのインスタラが今、あの、3つあります。えっと、Windows と Mac と Linux のインスタラが3つありますね。で、それを全部統合するには、えっと、d a という、なんか、ドメイン、こういう言語が使われていて、 でその3つのスタイルがなんかある意味でなんか1つになってきました。でもしこういうなんか設定についての,あのプロジェクトか、まあ、機能に興味があるなら、えー、とぜひこれをチェックしてください。で、最後にあの話したいのは、えーと えっと、前紹介したように、えっ、ー、と、ウォレットの実装には、えっ、ー、と、スペックというものがありますね。で、そのスペックは、えっ、ー、と、またアップデートされました。で、あの、そのアップデートは、アップデートは2つあります。で1つ目のアップデートは、えっ、ー、と、ロールバックとか、そういう履歴を取り扱うためのもので、 で、二つ目は、えっ、ー、と、送信の料金とか、あの、UTXO の、あの、選択とか、えっ、ー、と、まあ、そういう感じの、あの、機能についてのドキュメンテーションであって、えっ、ー、と、まあ、こういうのに興味があるなら、あの、ぜひ、あの、これをチェックしてください。 えっと、これが一体どういうものってわからないあの場合には、あのこれは t e x スという、あのまあ、こういう言語であるので、えっと、これをコンパイルさせるには、Latex Compiler とか Text Compiler とかあの何かインストールしないといけないので、ちょっとまあ難しいかもしれないけど、えっと、君がいるならぜひ、あの、 インストールしてみてみくださいでこれで、えっ、ー、と、昆虫のビデオが終わってきまして、えっ、ー、と、私は、えっ、ー、と、ツイッターとか、まあ、まあそういうね、まあ、サイトを使ってるんで、ぜひ、あの、こういうビデオあの、毎週、あの、見続けたいなって思ってるなら、ぜひ、フォローでも、あの、Twitter でフォローして、 したり、YouTube であの登録したり、で、えー、と私は p a t r e o n というあのサイトにも最近登録しましたので、p a t r e o n でもあの登録できるようになってきましたので、まあ、ぜひ、えーと、そういうサイトで、えー、と登録者になってください。で、えー、まあ、以上で、また来週で。